山路です。ご無沙汰しています。かなりご無沙汰しております。いやー、もう全くもってネタもなければ何もないごくごく普通の毎日を過ごしてるんで、 YouTube やるネタもないし、 YouTube 自分がやってるっていうことも一時忘れてまして、毎月少額の、Google から広告収入をもらって、そうだ、俺 YouTube やってるんだなっていう。でコメントの方なんかも全然見てなくて、昨日ちょっと久しぶりに、YouTube やってる人のアプリがあるんですけど、そこ見たらコメントが入っていて、そこに質問が相談がねあったんで、ちょっとこれは僕に聞かれても分かんないなっていう内容なんですけど、ちょっとこれタブレット見ながらね、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、まずその前にちょっと牛丼チェーンの松屋さんに一言言いたいです。なぜご飯の無料おかわりサービスをやめたんですか。これは今日僕は朝ショックを受けました。今日バイト来てるんですけど、不動産の、現地販売のいつもやってるアルバイトなんですけど、先週ぐらいから始めたんですが、また失礼で、朝松屋で朝定食290円のこれを食べてくるんですよ。でおかわり特盛を最初頼んで、また特盛をおかわりするっていうのがいつものお決まりだったんですけど、今日行ったら食べて、すいませんおかわりくださいって言ったら、おかわり無料サービス終わりましたって言われて、もう絶望ですよ、絶望ですよ、この世の。なんでだと、もうそれがショックでした。はい、それはさておき、コメントちょっとお話読みたいと思います。これね、さっき見たらコメント消えてたんですけど、ちょっとスクショしてあったのでちょっと読みたいと思います。なんでね、消したのかな自分で、でお名前は控えさせていただきたいと思います。山路さんこんにちは、いつも楽しく見てます。現在30歳で運送業未経験で、社員300人ほどの中小企業に入りました。応募内容は大手運送会社の下請けで、集荷と配送業務、軽貨物がメインで、重量物はフォーク積みという内容でした。いざ入社したら3トン車でフォークリフトガス35kg とを手積み手下ろしで配送、余った時間でガスの重鎮作業をしてます。毎日重くて血豆だらけです。応募した内容とかけ離れてて悩んでます。運送業で頑張りたく、自分で大型牽引フォークの免許を取得しました。未経験だから2、3トン車からなのは分かってましたが、きつすぎます。外れ引いちゃってますか。ちなみに家族持ちです。山路さんの意見聞いてみたいです。よろしくお願いします、というコメントが、11日前に来てました。すいません、11日もほったらかしてて、すいません、全く見てないんでね、コメント。30歳で、未経験で入られたと。で自分で、大型牽引フォークも取りました。運送業で頑張ろうと。そこで、300人ほどって言ったら結構大きい会社だと思うんですよね。会社名は分かりませんけども、地域も分からないんですが、おそらくこの文面からすると2トン3トンで、中型があって大型車があってっていう会社なんでしょうけど、で未経験ということで小さい車、3トン車でフォークリフトガスっていうのは何なんでしょうかね。35キロぐらいっていうと、あの大きいガスボンベじゃなくて、ちょっとこう1メーターちょっとのガスのボンベなんですかね、を手積み手下ろしで配送。これはね、結構きついんじゃないですかね。僕も配送改装の仕事やってる時にガス屋さんに出入りしたことがあって、でガス
のボンベを車に乗っけてそれを交換しに行くっていう、配達しに行くっていう仕事の人と話したんですけど、もうムキムキでしたよ体。やっぱり重いもの扱ってるから。で、余った時間でガスの重鎮作業、これ免許なくてもガスの重鎮作業とかできるんですね、うん、で重くて血まめだらけ。まあ募集の内容がどういう内容だったかわからないんですけど、まあ外れ引いちゃってますかねっていう話なんですが、外れかどうかはわからないですけど大変だと思いますね。まあもし大型いきなり乗れるっていうところがあれば、大型車乗れるところを面接行く前に電話で聞いて、大型乗りたいんですけど最初から大型乗れますか、中には大型最初から乗せるよっていうところもあると思うんで、まあそういうところを探すしかないんじゃないですかね。僕もね、もう本当の運送業界って、まあ、ね、語弊があるかもしれないけど、募集広告は嘘しか書いてないと思いますよ、うん、そしたらね人来ないから、本当のことを書いたら。まあ、これは何の産業でもそうだと思います。営業職でも販売でも飲食でも募集内容とかけ離れてますよ。っていうのは、あのうちの今奥さんがアマゾンの倉庫の仕分けのバイト行ってるんですよ、短期で。1ヶ月間だけで、11月いっぱいでずっと十何年やってきた仕事を辞めるので、60日ぐらいかな、結構有給が溜まってて今有給消化中なんですね。でそこで、まあ、短期のバイトやるっていうんでアマゾンに、まあ、近くに2カ所あるんで、そこでバイトをするって言って行ったんですよ。で面接の時には、あ、もう女性なので軽い仕事しかありませんから大丈夫ですって言われて、で僕も詳しくは知らないけど、まあ、そんなに大変じゃないんじゃないのっていうような感覚で話をしてて、ただ一つ気になってたのは、アマゾンって一年中募集してるんですよね、常に人が足りないみたいな、そういう感じはあるのかなと思ってたので心配はしてたんですけど、いざ初日行ってみたら、もうね LINE がきつい、重い、大変、話が違うって LINE が来て、もうそんなもんですよ。募集広告なんてもう詐欺の文明みたいなもんです、あんなのは、人集めの。なのでもう運ですよこれは。で幸い、まあ、僕は今もう棺桶の仕事っていうのは3月で入って、今11月ですから8ヶ月、で最初、まあ、配達ドライバーとして入って、でその後棺桶作ったり倉庫整理とかいろいろやったり、まあ、何でもやるんですけど、毎日棺桶作って配達行って、倉庫整理してとかっていうことをやって、で会社的には本当小さな会社です。もう10人いるかいないかです。でそういう小さな会社で今僕はもう宝くじ当たったなっていうぐらい、もう幸せな日々を過ごしてます。でこれまで僕の動画を見てくれていた方々は分かると思いますが、まあすごい大変でした。僕自身仕事を転職していく中で、もうああひでえとこ入っちゃったなっていうとこもありましたし、まあ僕自身にもね不甲斐なさもあったっていうことは重々承知はしてるんですけども、仕事探しって本当大変だと思います、うん、なので、この方ももし、ね、未経験で運送業入ってこれからも運送業で頑張りたいっていう場合には、多くの求人を見ていいなと思った運送会社さんの会社でいろいろ検索をして評判とか、あとは実際に応募する前に電話で質問しちゃっていいんじゃないですか。これは他のね営業とか飲食でも何でも仕事でも転職しようと思ったらそうだと思うんですけど、会社の評判って今ネットで今たくさん載ってるじゃないですか。でそれが全て正しいってわけではないと思うんですよ。もう悪いことしか書いてないことの方が多いかもしれないです。だけどそれをある程度、まあ全部を信じるんじゃなくて6割ぐらい、あそうなのかなぐらいな感じで見て、でもし質問で聞けるところがあればね、今ネットで応募が多いじゃないですか。でそういう時には
下の方にこうご質問等ございましたらご記入くださいっていうところがあれば、自分が気になっていることを箇条書きでいいと思うんで、詳しい業務内容を教えてくださいとか、残業時間は実際どれぐらいありますかとか、まあ聞きたいことを聞いてみたらいいんじゃないですかね。それで返事が返ってくれば、ちゃんとした返事が、そこはちゃんともう自分の会社のリアルな状況を、情報を応募する人に伝えようとする会社さんだと思うんで、いい会社だと思います。そこで面接行ってさらに深掘りして聞いてみると、転職ってのは本当運です。運と賭けですね。なので頑張ってください。外れ引いちゃったかどうかは分かりませんけど、当たりではなかった会社だと思います。まあ、こういったご質問ご相談、山地人生相談を解説しておりますので、いつ解説したのかなまあ相談ごと、まあ、仕事のこと、生活のこと、うるさいな、長時間運転してますよ、はい、休憩しませんか。はい、しません。なので、山地で答えられることがあれば、何なりとコメントの方でご相談くださればと思います。はい、山地人生相談でございました。